準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。東京花火は早稲田大学を中心に活動しているよさこいチームです。今年のテーマはからくり。命を宿したからくり人形と人形を使った義士とのかなわぬ切ない恋模様を描いています。不思議で奇怪な世界をご堪能くださいというコメントをいただいております。それではチームを代表して青木正成さんに今年の意気込みをお聞きしたいと思います。お願いします、はい、ではこちら真ん中にお越しください。青木さんでは意気込みを一言お願いします。あ、本当ですか。今回ですね、原宿というのは僕たち早稲田大学の学生からしても近いところであるので、まあ、本当に友達だったり親だったり、まあ、知り合いの方々がたくさん見に来ていただけているので、その期待に応えたいなって思っております。頑張ってください。それでは早稲田大学よさこいチーム東京花火の皆さんです。どうぞ。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。早稲田大学よさこいチーム東京花火です。今回は私ども見てくださっているお客様の心に笑顔花火が打ち上がるような、そんな本気の演舞をお見せしたいと思います。皆様どうぞご期待ください。それでは参ります。まずは皆様お手を拝借よー。東京花火2010からくり、ねじ巻きの音が命を灯す。物を乗せるからくりにて心宿りて己を人と呼び純粋枯れ愚かで儚いからくりと人数奇な恋の物語。始まり。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。